はい、久友です。2022年2月12日土曜日です。今日はですね、山形県の高畑町にやってきております。今回行くところはですね、自分も初めて行くところです。瓜割石庭公園にやってきました。高畑石の採石場でもあります。そしてですね、今の季節だからこそ見られる現象があるということで、今日はね訪れてました。それでは早速行ってみましょう。目の前にですね、洞窟のような穴が見えてきましたね。ここは何なのかなとちょっと気になってですね、ちょっとググってみたんですよ。芋煮会などのスペースらしいですね。まあ事前申請はしなきゃいけないらしいんですけれども、うん、芋煮会もできるらしいです。初めて訪れた場所というのもあるんですけれども、なんかすごく神秘的な、場所だなって思いましたね。それでは、もう一つの今回ね、皆様に見せたい場所にね、今から向かっていきます。今見えてきました、この洞窟でその神秘的なね、景色を見ることができます。今中に入りました。この景色をご覧ください。落ちた水滴が凍って巨大な標準ができました。この標準を見てると、すごくなんか鍾乳洞に似てる感じがして、すごく神秘的です。すごいですよね、自然って。自然の凄さをね、改めて感じられることができた瞬間でもありますね。今回の動画を見てくれた皆様、本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。久友でした。